これまでのグループ A に代わって1994年から全日本ツーリングカー選手権の使用車両となるのが通称ニューツーリングカー、正確には FIA ツーリングカー規定カテゴリー2と呼ばれるもので、4月の開幕戦を目指し日本でも急ピッチで開発が続けられている。今日のテストはですね、大体サスペンションのチューニングの方向ですね、ショックアームですとか、それからスタビですとか、あるいはバネとかですね、あるいはキャンバーとか、レースですぐ対応できるように方向性を見つけているというのが今日のテストです。で、3月からさらにタイヤのテストを詰めていくというような形になると思います。あとちょっと大きい100ある後ろの食いつきが何とも言えない、捉えたことないようなね。基本的にシャシ関係はもう終わってるんですけどね、あとサスペンションの爪ですよね、最後の爪ですよね、それはFF ですからね、やはり立ち上がりで のアンダーステアの傾向っていうのは多少出ますから、それをいかになくそうかっていう最後の爪がやってるところなんですけど、ね、エンジンはほぼもうグッドの状態なんですね。 GTR はパワーが600馬力ありますからね、これだいたい290馬力か300馬力ですから半分ですよね。だからストレートでの圧倒的迫力っていうのはやはりないですよね。ただレギュレーションの違いで車のサイズの割には太いタイヤ使えますからね、このスピードはグループ A より高いんです、はい、ですから突っ込みからコーナリング、立ち上がり、この辺でのバトルですよね。出場のいい車を与えられましたから、そういう面ではちょっと他のチームよりは自信あるんですけどね。